はい、こんにちは、高須美恵です。昨日僕マイプロテインを救いたいとか、マイプロテイン許すっていう動画上げたじゃないですか。あれでね、ちょっとだけね、コメント欄が荒れてるんですよ。まあそんな荒れてるっていうわけじゃないんですけど、まあ僕のチャンネルのコメント欄にしてはちょっと荒れてるんですけれど、まあいろいろやっぱりね、許しちゃいけないみたいな意見とか、あと、まあ、粉ダニっていうダニが湧いてたんですよね、カーボクラシア。ダニを食べてしまっても害はないっていうふうに、マイプロテインは発信してたんだけど、まあ、実際には粉ダニでアレルギーが出る人がいるから危険なんじゃないですかっていう意見とかあって、まあ、それも、もっともなんですね。まあ、粉ダニのね、アレルギーのことはですね、もう喋ろう喋ろうと思ってたんですけど、喋るの忘れてたっていう感じです。それはね、僕が申し訳なかったですね。で、最初に上げた時の動画は、マイプロテインは救えないっていう動画だったじゃないですか。それなんで救えないって言ったかっていうと、最初に出た謝罪の、文章、あれは確かね、マイプロテインのね、公式のサイトには出てなかったんだと思いますね、最初は。で、ブログの方にしか出てなかったんですよね。で、そもそもそこまでたどり着く人が少ないし、まあ、文章も短かったし、あの時の謝罪の文章、説明の文章を見ると、やっぱり、救えないなって思ったんですよ。で、もうマイプロテイン飲むのをやめようかなともね、考えてたんですけれど、でも、それで炎上して、2回目の、ご報告という文章が出たんですね。カーボクラッシャーに関するご報告。まあ、それは、ブログだけじゃなくて、マイプロテインの公式サイトの最初の頭のところに、カーボクラッシャーに関するご報告というところがあって、そこをクリックすると、まあ、長文でですね、謝罪の文章があって、まあ、その文章を読んで、今後の対応とか見る限りは、まあ、もう許してもいいかなって、救ってもいいかなって思って、で、昨日は、救う、まあ、許してもいいっていう動画を上げたっていう経緯です。なので、最初から許してたわけではないです。2回目の謝罪の文章を見て、まあ、この対応だったらいいかなって思って、でもね、その2回目のそのカーボクラッシャーに関するご報告という文章でも100点満点ではないですね。僕の採点では90点なんですけど、まあ、なかなかね、トラブルとか不始末があってですね、その後の対応100点って難しいんですけど、まあ、90点なんで許してもいいかなって思ったんですよね。はい。で、僕ね、決してですね、マイプロテインからお金もらってるとか、そのパートナーシップの協定に入ってるとかですね、そういうのは一切ないんですよ。まあ、YouTuber の人ね、マイプロテインのそのパートナーシップやってて、マイプロテインの宣伝をする代わりに、それが売れるとそのお金が入ってくるってシステムでやってる人多いんですけど、僕そういうの本当にね、一切やってないんで、本当に僕個人の意見としてやっただけであって、昨日上げた動画は本当にね、一消費者の意見です。一消費者の意見として聞いていただきたかったんですけれど、まあ、医者の立場として、そんなこと言っていいんですかっていうね、コメントとかね、結構あったんですけど、すみません、ちょっと言葉が足りなかったところがあったと思います。それでですね、イギリス在住の日本人の知り合いとか結構いて、そういう人の話を聞くとですね、まあ、最初の1回目の対応でも、まあ、イギリスではあんなもんだよって言ってましたね。日本人の観点からすると、ちょっとこれはないんじゃないっていうのはありましたね。まあ、製造過程じゃなくて、輸送か保管の過程で虫が混入したと。で、食べても問題ないですよで終わってる感じだったんで、日本人の感覚ではちょっと許せないかもわかんないですけど、まあ、イギリスでは、まあ、許容範囲じゃないって、まあ、対応してくれるんじゃな、ならいいんじゃないっていう感じだったんですけど、でも、最初の文章では日本人の観点からするとちょっと許せない、理解できないっていうところがあったんで、それで炎上して、で、マイプロテインも反省して2回目の文章を出したっていうことだと思います。で、その2回目の文章ね、マイプロテインのサイトから見ればですね、誰でも見れるんですけど、まだしっかり読んでない人のためにですね、簡単に説明させていただこうと思います。
で、まあ、最初カーボクラッシャーに関するご報告っていう題で、でその後文章があってですね、大事なところだけ読んでいくと、ですね、第一に英国内にある第三者パートナーが製造する少数のカーボクラッシャー製品にのみに限定して発生しており、第2にこの製品がイギリスからシンガポールへ輸送された際に発生したことをご説明する内容となっておりますという文章なんですね。なので、まずですね、このカーボクラッシャーっていう製品はですね、第三者パートナーが製造しているっていうことなんですね。で、第2にその輸送の際に発生したトラブルだっていうことなんです。で、弊社は最高水準を維持するため、デントキル、これは会社の名前なんですけど、世界有数の商業害虫駆除サービスプロバイダー、まあ、そのデントキルっていう会社と、あとエコラボっていう会社、これは世界的な食品安全ソリューションプロバイダーですね。その大手専門企業2社に調査を依頼しましたと。まあ、ちゃんとね、この、第三者機関、会社の名前も出してこの2社に調査を依頼してるっていうことなんですよね。ここはですね、評価できることだと思いますね。やっぱり第三者機関に入ってもらってるんで。で、その次に、問題とマイプロテインの対応でありまして、本件に関して4名のお客様より直接弊社カスタマーサービスへ状況をご連絡いただき、事態が発覚しました。お客様からのご連絡を真摯に受け止め、最初の社内調査を行うためシンガポールにある、第三者が運営する倉庫を48時間閉鎖しました。この間、倉庫内の在庫保管場所を一箇所一箇所調査いたしましたと。まあ、これもですね、評価できますね。シンガポールの、第三者が運営する倉庫をですね、48時間閉鎖したんですよね。で、カーボクラッシャーの全在庫同様、世界にある弊社施設は、全て調査を実施し、その結果、この問題はシンガポールにある委託倉庫のみで発生したものであり、製造過程で発生したものではないと結論付けました。潜在的に異物の混入が疑われる製品は、各国のウェブサイトから削除し、発送待ちの製品を含むすべてのご注文は発送を停止しました。また、輸送中であり、潜在的な異物の混入が疑われる製品を含むご注文も停止しました。まあ、これもですね、まあ、評価できると思うんですよね。異物、まあ、虫が混入している可能性のあるものは全部発送を停止してるんですよね。で、弊社の調査では、調査時点で委託倉庫内にあったパレット1万3000枚のうち5枚がコナダニとチャタテムシの被害を受けていたとの結論に至りましたと。まあ、このコナダニとチャタテムシが入ってたっていう、まあ、虫の名前もちゃんと出してるわけですね。で、混入の恐れがあると判断した製品は、これ以上の潜在的な異物の混入を防ぐため、直ちに委託倉庫内から撤去および処分いたしましたと。まあ、これも評価できますよね。混入の恐れがあるものは全部処分したと。まあ、これも文章では書いてあるけど、まあ、実際どこまで本当かって分かんないんですけど、まあ、疑うわけじゃないんですけれど、まあ、これ本当だと信じると、まあ、ちゃんと対応してるなって思いますよね。で、その次にマイプロテインのお客様への対応でありまして、異物が混入している可能性のあるカーボクラッシャーをご注文されたお客様の数は現在までに合計3000件となっております。ご注文されたお客様を特定した後、弊社は各お客様に連絡を取り、問題についてお知らせをお送りいたしました。お客様には健康へのリスクがないことをお伝えし、イギリスの検疫の問題で
当該製品の回収を行えないため、製品を廃棄することをお願いさせていただきました。また、該当するお客様にはご注文分に対する全額払い戻しを行い、ご不便、ご心配をおかけしましたことに関しまして、同額のマイプロテインクレジットを付与させていただきました。マイプロテインはその後、倉庫と在庫に問題がないことを確認するため、エコラボに2回の独自調査を依頼しました。エコラボは、コナダニやチャタテムシの検出はされず、問題がないことを確認しました。まあこれもですね、ちゃんとやってるんだったら、まあ対応としては悪くないと思いますね。まず全額返金して、あとお詫びの印に同額のマイプロテインクレジットを付与させていただきましたと。ということですかね。ただですね、こう一つ引っかかるのはですね、やっぱり最初に言った通り、お客様には健康へのリスクがないことをお伝えしっていうところですよね。ここがやっぱりね、ちょっとね、日本人的にはね、引っかかりますよね。まあ最初に話した粉ダニっていうのはアレルギーのリスクがあるんですよね。アレルギー持ってない人は、まあ、ほぼ大丈夫だとは思うんですけれど、粉ダニって、ね、有名なのは小麦粉の中で発生するんですよね。小麦粉を開封して常温で置いとくとですね、その中にダニがブワーッとね繁殖するんです。しかもね、粉ダニってもう1日とか2日でもものすごい量繁殖するらしくて、で、それをね、ダニアレルギーの人が食べてしまうと、アレルギーで症状が出てしまうと。まあそういうアレルギーの人にとっては恐ろしいので、アレルギーの人には害がありますよっていうことが書いてなくて、まあ健康上のリスクはないとしか書いてないんですよね。ここがね、一番引っかかるところなので、100点つけれなくて、まあ、90点になったっていうところでございますね。あとその次に問題の発生源っていうのがありまして、調査の結果、一部のカーボクラッシャーのパッケージにコナダニやチャタテムシが侵入していたことが判明しました。この調査結果は、製品をイギリスからシンガポールへ輸送する際に発生したことを強く示唆しております。カーボクラッシャーは、英国内にある第三者のヌートリショングループによって製造されております。マイプロテインはこのヌートリショングループの製造施設を監査し、問題は製造工程で発生していないことを確認しております。通常56度前後で制御されている昆虫の生命は、ヌートリショングループの60度を超える製造工程の温度下では生き延びることができないためです。これをさらに裏付けるために、第三者の専門家は、ダニの成長には 75% 以上の湿度が必要であり、コナダニは湿度 60% 以下では生き残れないこと、また英国の湿度はこれ以下であることを指摘しております。これらの調査結果によると、一部製品の包装のシールの不具合と輸送中の高温状態が重なったことから引き起こされた問題だと判断しております。製品の輸送時に少量の粉ダニがシールに侵入し、その後委託倉庫の温度条件により製品の保管時に増殖したのではないかと現在のところ考えていますっていうところなんですよね。まあ、結局その英国内の第三者のヌートリショングループっていうところでカーボクラッシャーは作ってるんですけど、まあ、その作ってる工場で発生したんではないっていうのをすごく強調していますね。でその理由としては、まあ、60度を超える製造過程ではその虫が生き延びれないと。あとは湿度ですよね。ダニが成長するには 75% 以上の湿度が必要なんだけれど、粉ダニは湿度 60% 以下では生き残れないんですよね。でイギリスの湿度って、まあ、これ以下なので、まあダニがこんだけ増えるってことはないだろうと。なので作った後ダニが侵入したってことになってますね。輸送中に侵入して、で委託倉庫の中で
増殖したんではないかと、まあ、そこシンガポールなので、まあ、湿度は高いので、ダニが増殖したんではないかっていうことなんですよね。でこれ断言はしてなくて、現在のところそうではないかと考えておりますと。でよくコメント欄とか他のその YouTuber の意見だと、穀物のもの材料なんで穀物に最初から虫がついてて、それが放送してから増殖したんじゃないかっていう人いたけど、まあ、そうではないっていうふうに言ってますね。あくまで輸送中にその入ってきたんですね。それもねよくわかんないんですけど、僕カーブクラッシャーって買ったことないんですけれど、すごい密封されてるんじゃないですかね。普通の日本のプロテインバーみたいにビーッと破って食べるんだったら、そっから虫が混入するってないと思うんですけど、それ僕カーブクラッシャー買ったことはないからわかんないけど、まあ何らかのその過程で入ったんですかね。ちょっと包装が弱いのか、あるいは破れたところから入ったのか、そこはよくわかんないんですけれど、はい。で次に、今回の問題の健康に関する報告でありまして、粉ダニは一般的に湿度の高い地域や、すいません、温度の高い地域や湿度の高い地域括弧 75% 以上での穀物や小麦粉に影響を与えることで知られております。その不快さとは異なり、それらは人体に有害ではなく、涼しい場所以外での保管や容器が閉まっていない場所など保管状態によっては一般家庭でも発生します。チャタテムシはアジアでは住宅、商業ともに一般的であり、湿度の高さが原因で発生することがありますが、人体に有害なものではないと報告されております。やっぱりここが引っかかりますよね。粉ダニが、まあ、小麦粉とか穀物の中で増えるようなことを言ってるんですけれど、それらは人体に有害ではなくって断言しちゃってるんで、やっぱりこれね、アレルギー持ってる人にとってはある意味脅威なんですよね。まあ、それを補足しておいて、なおかつ謝罪の文章を付け加えないといけないと思ってますね。はい。で、最後に問題解決のための対策でありまして、再発防止のため下記のような厳重な対策を行っております。カーボクラッシャーの箱は外部から虫の侵入がないようプラスチックでシュリンク包装されるよう、現在カーボクラッシャーのサプライヤーであるヌートリショングループとともに実装に取り組んでおります。サプライチェーン全体の再評価及び監査も行っております。今後すべてのカーボクラッシャー製品を外部からの虫の侵入を防ぐため冷蔵状態での輸送及び保管をしますということで、まあ対策は新たに取ってはいるんで、まあ、ここは評価できるかなと思いますね。虫の侵入を防ぐため冷蔵状態での輸送及び保管をするって、これ今までやってなかったことを新たにやるっていうことで、これお金かかると思うんですよね。お金と労力がかかると思うんですよね。あとはまあ包装もしっかりするように取り組むっていうことなので、まあ、新たに対策は立ててるんで、ここは評価できるので、まあ、以上のことをですね、まあ、総合的俯瞰的に勘案して、まあ、僕個人の意見としては、まあ、またマイプロテインを飲んでもいいかなって思って、で昨日動画を上げたという次第でございます。すいません、いろいろ昨日はこれだけね、真面目にですね、その理屈で語るっていうよりかちょっと軽くおちゃらけちゃったんで、ちょっと品種を買っちゃったのかもわかんないですけど、まあ説明させていただくと、まあ、以上の理由で、まあ、僕個人はもう一消費者である僕個人としては、自己責任でマイプロテインを飲もうかなと思ってます。でそもそもプロテインパウダーに虫が入ってたっていう報告は僕が知る限りはね、調べた限りはないですね。オートミールの中に虫が湧いてたっていうのはなんかあったらしいんですけど、それもですね、実際に製造過程とか保管過程で入ってたのかどうかっていうのは僕が調べた限りではね、分かんないかったんで、まあやっぱり今回のカーボクラッシャーですよね、問題は。
なのでプロテインパウダーに関してはそういう報告はないし、まあ、今回のこの事件をきっかけにですね、まあ、今まで以上に厳重に管理してくれるってことを僕は期待していますんで、あくまで一消費者のね個人の意見として飲もうと思っています。はい、なのでこれはね決して皆さんに勧めてるわけではないです。マイプロテインが絶対に安全で安心だって僕がね断言してるわけでもないので、まあ、マイプロテインをこれから飲もうと思ってる人は、まあ、自分の判断で自己責任で飲んでいただければいいと思います。はい、長くなりましたがご視聴ありがとうございました。